こんにちは、ザキツカです。今日は香川県にある現存十二天守の、丸亀城に来てます。大きな立派なグラウンドがありますね。ああ、あれだ、石垣が見える。あれが丸亀城か。あっちに行けばいいのかな。結構混んでるけど、ここ無料なんだね。無料の駐車場です、丸亀城。山の上にあるのが天守閣ですね。そして大手門があります。丸亀ショップ、ようこそ丸亀。今ここなんです。はい、出て左から急な坂をね、はい、上がっていくんです。また急な坂上がって二の丸から天守って10分ぐらいの距離ですね。ここが大きな勾配ってことだよね。はい、20メートルの距離ですね。はい、でもし4時間あれやったらまっすぐ行ってもらってね、ここずっとこう回るんですよ。あ、で階段で上上がって二の丸から天守っていう余分に10分かかるんで20分ぐらいの距離ですね。あ、なるほど。これここ、はいはいはい、天守が見えたらこう上がるんですよ。はい、でここ二の丸ですからね、ここ二の丸つながってるんです。はい、でここから天守ってことだよね。20分ぐらいの距離ですね。はいはい、今日はね、天気いいですからね。はい、瀬戸橋も綺麗に見えますね。あ、ありがとうございます。ここが丸亀城のすごい石垣がよく見えるポイント。もうなんか挑戦してるな。石垣の高さが22メートルで、本丸まで3段の高さなんですよね、石垣が。で、だいたい本丸まで40メートルぐらいのものすごい石垣が積んでありますね。今は三の丸、これから天守閣に行きますね。わあ、まだまだ登るな。城攻めをするぞってなったら、あそこの石垣の上に鉄砲隊と弓矢隊がずらーって並んでる。ずらーって並んでる。で、ここを通ってくる人を上から石とか矢とか鉄砲とかで迎撃するシステムになってるんですよ。ここに二の丸の跡地がありますね。本当はここに二の丸があったんですけど、もうなくなってる。二の丸の井戸ですね。ででん、天守閣、丸亀城、天守閣。てっぺんだから香川県が見渡せるな。瀬戸大橋が見える。あー、よく見えるな。よし、お城に行きましょう。200円、9時から4時。スリッパに履き替える。スリッパ、はい。ここでスリッパに履き替える。これが丸亀城か。掛け軸がかけてある。あ、なんかすごい仮面が、カラス天狗型変わり兜。鬼面型変わり兜、火縄銃。昔のままだ。三角だ、これ。柱、昔からの柱。階段が急だな。2階に来ましたね。2階特に何もないな。
これがてっぺんですね。ここが丸亀城のてっぺんです。風通しがとてもいい。当時の文字が書いてあるね。丸亀城のてっぺんから瀬戸大橋が見えますね。あれだ瀬戸内芸術祭りかなんかでさ、島々で芸術祭やってたじゃん。あれの展示物です。あれも瀬戸内芸術なんとか。以上、これが丸亀城でした。てってれーん。